ロバート・ゴダードと彼が開発した最初の液体燃料ロケットロバート・ハッチングズ。ゴダードはアメリカの発明家、ロケット研究者。ロケットの父と呼ばれる。ロケット工学創造期における重要な開拓者の一人だが、彼自身の非社交的な性格もあって、生前に業績が評価されることはなかった。ゴダードはマサチューセッツ州ウースターで生まれ、16歳で、 H.G. ウェルズの SF 古典、宇宙戦争を読むことで宇宙に対する興味を持ち始めた。ウースター工科大学卒業後、クラーク大学で博士号を取得し、1912年に、プリンストン大学に研究員として採用された。1914年までに彼は、スミソニアン協会からの財政援助を受けて、ロケットモーターの設計に取り組んだ。 1919年には月飛行の可能性について執筆した。1926年3月16日にマサチューセッツ州オーバーンで最初の液体燃料ロケットを打ち上げた。その歴史的な出来事を彼は日記に簡潔に記入した。液体、水薬を使用するロケットの最初の飛行はキ日エフィー、おばさんの農場で行われた。ネルと名付けられたロケットは 人間の腕くらいのサイズで2.5秒間に41フィート上昇した。それは液体燃料推進の可能性を実証した重要な実験だった。1929年に行われた実験の際、多くの野印馬が集まり消防署に通報される騒ぎとなった。やってきた新聞記者に対してゴダードはあまり大げさにしないように頼み込んだのだが、 ウスターの地方紙は、ガツロケットは238,799.5マイルの目標を失ったとの見出しで、月を目指したロケットが失敗して、空中で爆発したという内容の記事を掲載した。実際には、新聞記者が見たロケットの残骸は落下したロケットが、地面に激突したことによるものであり、なおかつロケットは予定の高度に達して、実験は成功していたのである。 ゴダードはそのことを必死に説明したのだが、後の祭りであり、これがきっかけとなって、マサチューセッツ州内でのロケット発射実験を禁止された。しかしこのニュースから、ロケットの研究に興味を持ったチャールズ・リンドバーグの推薦により、新たな資金援助を得て、後に UFO 騒ぎで有名になるニューメキシコ州ロズウェルに実験場を移すことができた。 ロケット研究の傍ら、磁気浮上式鉄道の研究も行っていたことが判明している。第二次世界大戦が始まると、ゴダードはアメリカ海軍のためにロケット工学の研究を行ったが、海軍はその研究の価値を理解できなかった。唯一の例外は、艦載機を短距離の滑走で発艦させるための補助ロケットだった。対戦中にゴダードは、 高頭癌を発病し、対日戦勝間際の1945年8月に62歳で死去した。ゴダードが考案、発明した特許は214に上るが、ほとんどは彼の死後に与えられたものである。1960年に、合衆国政府はそのすべてを、ゴダード未亡人から100万ドルで買い取った。彼の研究は時代を先取りしすぎていたため、 同時大臣からは、マッドサイエンティスト扱いされ、しばしば嘲笑の対象になった。ゴダードが1920年の論文、高か,か旅に達する方法で、ロケットは、真空の宇宙空間でも推進できると主張したことに、対し、ニューヨークタイムズ紙は、物質が存在しない、真空中ではロケットが飛行できないことを、誰でも知っているとし、ゴダードが、 高校で習う知識を持っていないようだと告評した。ゴダードは、他の科学者やメディアから受けた不当な評価のため、他人を信用しないようになり、死去するまで研究は単独で行った。彼の死後、ロケットの重要性が認識されるにつれゴダードの業績が脚光を浴び、1959年に設立されたゴダード宇宙飛行センターは彼にちなんで命名された。 1969年にアポロ11号の月着陸の前日、ニューヨークタイムズ紙は49年前に発表したゴダードについての社説を撤回した。同紙はゴダードの実験をより進んだ実験と調査と呼び、17世紀のアイザック・ニュートンの実験結果を確認し、大気中と同様に真空中でもロケットが飛行できることは明確に今実証された。 同志は過ちを後悔するとの斜説を発表した。また、アポロ11号が月に到達した時、SF 作家のアイザック・アシモフはすでに王を去った。ゴダードに向かって、ゴダードよ、我々は月にいるという言葉を送った。新スタートレックに登場する、シャトルクラフト・ゴダードは、彼の名から命名されている。ありがとうございます。